はい、今日はですね、1991年の7月11日、だからもうほんと30年前ですね、にリリースされました。ミケの、これは4枚目のシングルですね。ムーンな気持ちはおセンチ。ムーンな気持ちはおセンチ。で合ってんだよな。これはお坊ちゃまくんのエンディングテーマでしたね。まあそう考えると私本当に随分アニメいろいろやってますね。これはですね、まあぶっちゃけ、まあミケなんでいろいろと、ミケは大体その懐かしの何々シリーズが多いんですけれども、これもまあいわゆる典型的な昭和の30年代から40年頃の、まあベンチャーズに影響を受けた日本の歌謡曲ごっこみたいな感じですね。まあ、バーチャル昭和40年のヒット曲みたいな感じでやっております。これは確かレコーディングはギター実際私が弾いてると思うんですけれども、まあ本当に、まあベンチャーズあたりになるとね、私実はリアルタイムじゃないんで、なんとなくこの、なんていうんですかね、小学校ぐらいの時に隣の大学生が弾いてる感じっていうんですか、そんな感じでね、こんなんだった気がするぞなものをとてもなんか嬉しそうにやっております。というわけで、ムーンな気持ちはおセンチ、聞いてください。夏の蚊がかすってく、夜風はぬるくて寂しいね。昔の彼を忘れたら、あなたの虜になりました。陽気なとこに惹かれて、決めたのに。